し、日本以外の国は全部死に絶えて、今その新しい国があるわけですから、国は死ぬわけですよね。で、どういう時に国が死ぬかと。で、今はなんか知らんけども、その物理的になんか戦争で負けたりなんかするということばっかり言うんですけども、実際にはそうじゃないですよね。国土国民の喪失っていうのは、もっとちゃんと言えば文化母体としての国民と国土が喪失した場合に国家は死にます。つまり文化母体、継承しているのは国民ですからね、国民一人一人ですから、それが変わってしまったら国は変わりますよね。国が変わるということは前の国は死んだということですよね。それから自治権、当たり前ですけども、自ら自立統治してないかったら国家として独立して存続してるって言えないですよね。これ怪しいですね。今それから独立性、いわゆる主体意志、国として主体意志を持ってんのか持ってないのかと。従属的意志で運営されてるとしたら、それは国家足りないでしょ。日本はなんでアメリカの、53社なんだっけ、今、まあ、そのぐらい、なんでそのアメリカの州に入れてくれないのかと、入れてくれっていう人いっぱいいたんですよね、戦後ね。アメリカの新しい州にしてもらった方がいいですね。なんで入らないのか。入っちゃうと、選挙で日本人が大統領になっちゃったら困るでしょ。ね、一州にしては強烈な力を持ってますもんね。アメリカの中の一州に収まった途端、日本はアメリカの中のものすごいパワーになりますもんね。人口も多いですしね。大統領出るかもしれないですよね、日本人の。超まずいですよね。だから州には入れない。飼いならしておこうと。なんか集団意識の喪失も国家としても成り立たないですよね。構成している国民が日本国民としての集団意識を喪失したら統一性がないわけですから、国としてもね。みんないろんなことを考えてるんだったら国として成り立ってないですよね。で、最後はこれですよ。歴史的な継続性の喪失は、だから革命であり国の消滅ですよね。社会のいろんなことの正当性っていうのは、その歴史的継続性の中で担保されてるわけですよ。だからこの国をその根本的に変えるという時は、やっぱり歴史的断絶を図るわけですよね。それは共産主義だけじゃなくて、共産主義はまあはっきり言ってますけどね、過去歴史否定というふうに言ってますけども、それは共産主義だけじゃなくて近代革命も全部そうですよね。それまでのフランスの歴史を否定するところに、その近代国家フランスが生まれるわけでしょ、共和国がね。これらは全部国家の死を意味するわけですよ。と考えると今の日本かなり怪しいですね。相当怪しいですね。自治権、独立権、集団意識、歴史的継続性、保ってんのかな。チェックリスト作ったらかなりやばいですね。で、これですね、グレートリセットは完璧に国家の死ですよね。何をリセットするって説明してます。グレートリセット、これまでの人類の築いてきた全てを一回リセットしようって言ってるわけでしょ。これまでの人類のその作ってきたのを全部リセットするっていうことがグレートなわけですよね。
めちゃくちゃこれ、ね、全部終わりですよね。全部終わり。だから国家は死ぬわけですよ。グレートリセットでね。岸田さんは殺人者ですね。まあそういうことでですね、まあ、ずっとその戦後の教育がその国家が死ぬということに対して抵抗感がないようにしてきたんでしょうね。国家が死ぬことにほとんど抵抗を覚えない、ね、歴史的継続性を喪失して集団意識を喪失して独立性も自治権も喪失するようなことに対して全く感知しない国民を育成してきたんでしょうね。だから今グレートリセットって言ったらわーすごいって言うんですよね。何の抵抗感もないみたいなね。真面目に国の存続とかね、日本という国ということを愛してやまない人だったら耐えられないんですよね。絶対耐えられないですよね。これ